会場として使用されて、番組の生放送が行われていた、代々木第一体育館、FNS 歌の夏祭りは、FNS 歌謡祭に続き、富士テレビ系列で2012年から2019年まで、毎年1回、7月下旬または8月上旬の、ゴールデンタイムプライムタイムを中心に4時間長または10時間長に、わたって生放送されていた、日本の夏の大型音楽番組である、 夏の FNS 歌謡祭という証拠もされる。FNS 歌謡祭の派生番組で同番組同様に FNS と呼ばれることが多い。ただし FNS 歌謡祭と区別する際は歌の夏祭り、夏祭り、夏の FNS と呼ばれる場合がある。2020年からは FNS 歌謡祭夏に番組名を解題して放送されている。 同局で1974年から年末に毎年1回放送されている大型音楽番組 FNS 歌謡祭から派生し2012年より放送開始され毎年1回7月下旬または8月上旬に当番組が放送されている司会者は FNS 歌謡祭と原則同じまた当番組が放送開始前の2011年には 全身番組及び特別編として FNS 歌謡祭歌の夏祭り2011が放送された。FNS 歌謡祭ではグランドプリンスホテル新高菜は起点が会場として使用されているのに対して当番組では観客を入れるライブ形式がメインとなっている。第1回から第4回までは代々木第一体育館で開催されている A。 ネーションミュージックウィークのステージにセットを増築して放送。ステージは FNS 歌謡祭と同じく2箇所を設置している。第1回では FNS 歌謡祭と同じく向かい合わせに置かれていたが会場が広くステージ間の移動距離が長くなることを考慮して第2回以降は隣合わせに2ステージ設営された。第5回はこの年のみ会場が フジテレビ湾岸ンンスタジオに、さらに昼前から夜までの11時間長の生放送が行われた。また、事前収録の VTR 企画が行われた。第6回は、この年から会場がお台場のフジテレビ本社 FCG ビルへ変更され、第4回以来の2年ぶりに夜での4時間長の生放送へ戻る。また、例年のライブ形式から、 各周年の節目を迎えるアーティストが出演してメドレーやトーク VTR 企画が行われる内容へリニューアルされた。第7回からはミュージカルメドレーが行われ前年の 2017FNS 歌謡祭第2夜の内容を踏襲したものとなっている。放送翌日には富士テレビの朝や昼の情報、報道番組で当番組の名場面や 舞台裏模様を放映することが恒例となっている。FNS 歌謡祭同様で、オープニングは放送開始とともにいきなり1曲目が始まり、司会者の挨拶は最初の数曲が終了した後に入る。また歌前トークは原則ないため、司会の出番は他の音楽番組と比べて少ない。会場には、アーティストの他に、披露される楽曲のタイアップに関連する著名人が、 ゲストで招かれ、幕合に司会とのトークが挟まれる。また、出演やアーティスト同士のコラボレーションで楽曲を披露するのが多めの番組構成となっている。番組の放送中にインターネットの連動で番組公式のツイッターで出番前や出番後のアーティストや番組の裏側を紹介するツイートが投稿されている。以降、毎年行われている。 2012年から2014年は3年連続でスマップがトップバッターを務め2012年から2015年は4年連続で同じくスマップが鳥を務めていた日本テレビ系列とのクロスネット局であるテレビ大分は時差ネットで放送するただし2016年のみ第一部に限り同時ネットとした上記はすべてフジテレビ関連ありがとうございます